そうですね、浦田狙いました、決まりました、ゴール。2対1、勝ち越しました北九州。いいキックでした。いいタイミングでやっぱり浦田に蹴らせるという形になりました。川上、まあ、ここまではだいたい今川上が蹴ること多かったんですけど、この距離で浦田に勝負をさせました。杉本弾き返すことができませんでした。ふわっと上がってかなり曲がりもありました。見事に